じゃあ、それではもう定刻になりましたので、ただいまから第3回欧州政策パネルを開催したいと思います。本日は初のテレワーク形式で開催できればと思います。コロナ禍という大変な状況の中、皆様、コアメンバー全員が集まったことは素晴らしいことだと思っております。改めて御礼申し上げます。で、今日のテーマは新型コロナウイルスをめぐる欧州各国の動き、その対策と対応ということで進めていきたいと思います。で、ご存知の通り、この新型コロナウイルスは昨年末にこの地球上に現れて、中国のみならず欧州、アメリカと急速に猛威を広げております。今もう世界の感染者数は650万人で、死者はもう40万人に迫る勢いだということで、もう大変な状況になっております。で、また最近の研究成果では、新型コロナウイルスの細胞レベルを調べたら、どうやら欧州で流行ったウイルスが今世界に広がっているということも言われております。まさにもうこの100年で人類が体験したことない未曽有の危機に直面しているわけでございます。で、日本も例外ではありませんし、このパネル自体も影響を受けまして、前回から約6ヶ月経ってからの第3回ということでございます。で、他方、このコロナウイルスなんですけれども、悪い話ばかりでもなさそうで、今こうして皆様がテレワークシステムの Zoom を使うことになったのもあるし、このコロナ禍の影響によるところが大きいですし、今もう2億人近くが使っているそうです。で、またテレワークも急速に進行しました。で、まさに従来の規則とか慣習、社会制度が大きく変わろうとしている中であろうと思います。で、今回このパネルではですね、人類未知なる存在であるこのコロナにスポットを当てまして、今どこで何が起きているのか、で、欧州各国はこのコロナに向かってどのように対応していけばいいのかということを、また今日議論できればと思っております。またそれを通じて日本としても学ぶべきこともあると思いますので、ちょっと大きいテーマで時間も限られてますが、皆様と共に議論をしていきたいと思っております。で、まず私ども代表しましてですね、渡辺真由から簡単にご挨拶させていただければと思いますので、お願いします。皆様、本日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。執行世話人の渡辺真由でございます。欧州政策パネルの3回目の会合を、このようにオンラインで開催することができて、大変嬉しく存じております。前回の会合からおよそ半年が経過しましたけれども、この間、世の中はコロナ禍という大きな試練に見舞われて、国際政治、国際経済の在り方にも不可逆的な影響が見られております。振り返りますと、そもそもこの欧州政策パネルは、日本ではまだまだ十分には理解されていない、欧州世界の実像をより深く学んでいこうという問題意識から、渡辺裕高先生のご指導を得て始まったわけでございます。最近よく耳にする話に、日本は新型コロナの被害を最小限に抑えているけれども、それに比べて欧米の被害は凄ましいといったものがありますが、これは例によって欧州と米国を一緒くたに、多様な欧州諸国を一括りに捉えている言説で、あると思います。そうした中で、この欧州政策パネルとしては、新型コロナに対して欧州各国がどのように応じて、また欧州統合のプロセスはどのような動きを示したかについて、つぶさに実証的に理解を深めるべきだと考えております。本日は限られた時間ではありますけれども、こうした問題意識を踏まえながら有意義な議論ができますことを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、続いて渡辺先生、お願いします。多分皆様、本日短い時間で先生からいくつか論点が示されたかと思います。あと、フランスの情勢についてもお話しされるですね。どうぞ先生、よろしくお願いします。すみません、私の論考が少し遅れまして、
EU の全体の経済政策、大雑把な経済政策のもとが、ものが数日前、5月の終わりぐらいか6月の初めに送りまして、でフランスについては、ちょっと数字を、細かいところをちょっと探してたもんですから、先ほど皆さんのところに行ってると思います。1、2時間前に届いてると思います。まあ、大した中身ではなくて、むしろ記録のようなものになってますので、お話の中でそれを補いたいと思います。全体であれ、高畑さん、1人、7、8分？はい、7、8分で。はい。それじゃあ、前工場ももう、理事長もおっしゃっていただきましたし、趣旨はもう尽きてると思いますので、省略させていただきまして、この度、やっぱり全体でなんとなく書かれているものはあるかと思いますけれども、個別の各国のすり合わせのようなことをできるところはあまりないのではないかと思いまして、この欧州政策パネルを、そういうところに当てられたらと思って今日、ご相談の上でこういうふうな形にいたしました。したがって皆さんには各国の特徴をお話しいただいて、そして実はスウェーデンを吉武さん先生が、あ、これは皆さんにお回ししてるんだっけ、高畑さん。ごめんなさい。吉武さんの。まだ回ってないですね。うんですね。はい。今画面共有で。スウェーデンの、吉武さんですね、高崎経済大学 の彼が数ページのものを書いてくださったので、それはちょっと、間違えしたら大変申し訳ないんだけど、ピックアップして私が、2、3分で、こういうことが吉武さんにが書かれているって後で紹介しようかなと思います。それでどうしましょう、高畑さん。私と吉武さんのは最後に持ってくる？あ、そうですね。最後にいたしましょうか。今大使のコメントの前に。はい。そうですね。じゃあ、はい、コメントは今先生が、今大使が一番最後ってことでした。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから何にも軸がなくてもちょっと議論しにくいかなと思って皆さんには昨日か一昨日回しました。まあこれ別に7点にしたんだけど、別に7点じゃなくても8点でもあるいは 2,3 点でもいいんですけれども、まず各国の対応の違いということで、今スウェーデンを挙げましたけども、これは日本でも新聞なんか取り上げられております。まあさっきの情報だと、スウェーデンの政府が方針転換を公にしたというのをちょっとさっきある人とメディアの人と話してから聞きましたけれども、まあそういうふうな違いですね。それからこれは特に伊藤さゆり先生の方 のイギリスの対応とも近似性があるというお話になろうかと思います。それに対してフランスはどうなんだろうっていうと、なんかやっぱりフランスとイタリア似たようにごちゃごちゃごちゃとしているようなところがあるんですが、まあそういったところをちょっとついていけたらなと思います。で、同時に大きな枠組みとして、私今回の、このコロナ禍が始まった時にすぐ考えたのは、保健衛生グローバルガバナ、保健衛生ガバナンスが間違いなく進むだろうというふうなことを考えていたもんですから、その辺は福田先生が鋭く、大きな枠組みも背景にしながらお話書いていただきました。それから田中先生はもちろん経済の大家でいらっしゃって、今回の財政支援の話と、それから EU 内の混乱の拡築の問題をお話に書かれています。中国の問題、これはぜひとも面白くてやりたいんですけれども、ちょっとそこまで今日は時間が回るかどうか分かりませんが、そんなことを考えております。大きく言って世界に広がる話として、働き方改革をはじめとした、まあ、フランスでは地方の地価が上がってですね、パリにみんないなくても仕事できるんだなんていうふうな話が出てて、パリから人口が減って地方の地価が上がってるなんて出ておりましたけれども、まあそれはまあ象徴的なことに過ぎないと思いますけど、そういうことがあろうかと思います。それから EU 全体の政治の話としては、今度ユーロ共同債の話もそうですけれども、この後半の半年はドイツが議長国になります。まあその辺の睨みがドイツには、ね、計算が実はあるんだと思いますけれども、これはその後に続くフランス等の話にもつながってきますけれども、
絶好のタイミングを捉まえてという話ではないかなと、あのユーロ共同債の話は思ったりも一方でしています。ただあのそう簡単ではないことも、明らかであろうかと思います。そして実はこの、欧州政策パネルが昨年始まった時の一番大きな目玉であったブレグジットですね。これ一体どうなっちゃうんだあのしばらく吹っ飛んじゃうのかなと私も思っていましたけれども、ジョンソンさんは戻ってきたら張り切ってやるみたいなことですけども、まあ、カウンターパートの中国に対するクレディビリティがヨーロッパで落ちてるのと、当初、まあね、少し期待もあったようなところがありましたけども、一方でアメリカがそれどころじゃないということになりますと、イギリスもなかなか交渉相手を見つけるのも難しい、そう簡単ではないかなというふうな気も私はしておりますけど、そういうところまでこう入っていければいいかなと思っております。まあ、そういったことを含めて全体のご好評というのは後で大使に一言いただければと思いますけれども、大体そんなところで進めていければと思います。そこでこちらからの勝手な順番で恐縮ではございますけれども、まずヨーロッパで大きな問題になったのはまず北イタリアでございますので、イタリアの伊藤先生の方から、それから、順番としてドイツ、イギリスと、それからフランスちょっと挟みますかね、フランスとスウェーデンを国別ということで、ちょっと私が割り込ませていただきます。そして、田中祖光先生、それから、福田先生という順番で、どっかまとめる必要があればまたどっかで私が入りますけど、そんな形でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ伊藤先生、よろしくどうぞ。はい、お願いいたします。それでは始めさせていただきます。ちょうどですね、このコロナ問題が盛んになりだした頃に私、イタリアから帰国しまして、そして3月の下旬にもう一回出張を入れていたんですが、ちょうど、この関係で中止せざるを得ませんでした。で、ちょうどその頃の、政治的な変化とイタリアの対応、それ以降の流れを、かいつまんで、説明させていただきます。まず、渡辺先生から今ご案内がございましたように、ヨーロッパで最も早く大規模にこの影響を受けたのはイタリアだったということは疑いありません。2月には私はトスカーナにおりましたけれども、すでに北部ロンバルディア、ベネト、ピエモンテなどの諸州が感染拡大によって一部の自治体がロックダウンされたりしておりました。そしてですね、その後で感染が全土に広がり、ちょうど3月の頭ぐらいにはもう完全に封鎖が始まりまして、医療崩壊、死者数の激増などの、非常に悲惨な様子が日本でも報じられました。ただし現在では落ち着きを見せまして、ちょうどこの原稿をお出しした後2日前から平常復帰に向けたさらに第3段階に入りまして、今ではレストランでも、マスクをしないで、お酒を飲んだりしている姿がニュースで報じられています。私の報告は、こうした推移の、裏にあるイタリアの政治的な問題、ヨーロッパ等々の問題に影響を与えるような、これまで報告してきました、政権の支持の変化と、政権反対派、特に反、ヨーロッパの、同盟との関係について、注目して報告していきたいと思います。レジュメでお出ししました、2の国内政治における影響と対応というところに入ります。まず、感染拡大がイタリアで大きな流れになったのは2020年の2月でございますけれども、それまでの政治状況というのは、これまで何回かございました研究会で報告させていただきましたので、ごく簡単にお話ししますと、2018年3月の総選挙で5つ星と同盟からなるポピュリスト政権が成立し、この第一次コンテ政権が世界の注目を浴びました。その後2019年の夏にですね、サルビーニを率いる同盟が政権を離脱して、政権が組み替わり、第二次コンテ政権として5つ星運動と民主党など中道左派の連立政権が成立したわけです。しかしながら、このサルビーニの勢いは衰えずですね、2012年の2月の時点まで、第一党の地位を保ち、このあと総選挙があればほぼ確実に政権交代が起きるだろうと言われていた状況でございました。ところがですね、この
コロナウイルスの感染拡大とロックダウンの影響というのは、この流れを押しとどめる役割を果たします。第2次コンテ政権は、非常に安定化しました。サルビーニの率いる同盟はもともと最高で支持率 37% に達しましたが、何ヶ月か経てですね、今でも 27% ぐらいと10ポイント近く低下しております。その一方、与党の支持率は、多少回復を示し、与党党の支持率だけではなくてですね、コンテ首相の支持率などはうなぎ登りでございまして、27ポイント近く上がって、4月には 71% と、戦後首相の中でも抜きんでた、支持率まで達します。ただし、後で申し上げますように、これは今また、停滞傾向に陥っている。まあ、平常復帰の裏面として別の争点が重要になってきて、また低下傾向にございます。ただし、いずれにせよ政権運営が安定した一方で、先ほど申し上げましたように急進右派のポピュリスト政党の勢力低下は全体として見れば、顕著な傾向になっていました。そして、サルビーニ率いる同盟は 20% 台後半、そして、与党の一部をなす民主党が 20% 台に、回復しまして、調査により違いはあるんですけれども、競争性が高まり、簡単に、中道派政権成立、解散総選挙だというような流れにはならなくなっておりました。ところがですね、こういうイタリアの動きというのは、先ほど渡辺先生からご案内ございましたように、ヨーロッパと決して、切り離されたものではなくて、他の国でも非常によく見られるものです。つまり、コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府および与党が左右を問わず支持を受け、野党の支持が低下する。特にポピュリスト政党の支持は低下するという傾向は広く、他の国でも見られます。ドイツでもそうですし、スペインなどでもそうです。ですから、イタリアの動きはこのあくまでも一部で最もその顕著なものだと言えると思います。さて、この下動きをですね、まあ、国際政治学や比較政治の世界では、まあ、幾何結集効果という言葉を使って説明しますが、簡単に言うと、危機の戦争や経済危機などの時に、そうした与党に支持が集まることという、まあ、国際政治学では使い古されたものです。ただし、この、ですね、与党への支持の、結集という言葉には、これはリスクが伴う。詳しい話は、レジュメに書かせていただきましたけれども、確かに、支持が増大して安定化するように見えるんですが、その分与党に責任も集中する。ですから、失敗の責任を問われやすくなって、うまくいかなかったときに政権が不安定化する。そしてその不安定化した、状況が、EU との関係やアメリカとの関係、その他の外交関係、国際関係にも大きな波及効果をもたらすだろうと予期されるわけです。こういうですね、3ページ目のところにありましたが、政治的なリスクが、まあ、高まるわけです。ですから、まとめに入りますと、仮に感染拡大を、押しとどめて、多少少なくとも冬まで抑制に成功したとしても、政権のジレンマは続くわけです。抑制の成功というのは、国民の関心が、感染対策から経済問題や移民問題、難民問題へと戻ってくることを意味します。でこの点については、野党の方が得意な分野ですから、コンテ政権の支持というのは、揺らがざるを得ない。実際に、昨日、おととい公開された最新の世論調査では、かなり、数パーセントも戻って差が開いて、野党優位がまた、トレンドとなりつつあります。ですから、最後に申し上げますと、こうした新型コロナウイルス感染拡大の影響というのは、イタリアの国内政治に大きな影響を与えてきて、局所的には、政権を安定化させた。これはヨーロッパの状況とも同様です。ただし、おそらくイタリアですでに現れ始めているように、与党の、苦境という、平常への回帰とともに始まる、そして、その平常の回帰が始まるときに、さらに危機のときに強まった与党への責任追及の流れが、そのうまくいっているときは褒めることにつながるわけですけど、悪くなればよりけなされることにつながってしまう。ですから、政権運営は困難を増し、特に、EU との経済関係ではいろいろ負担
土地利益の関係をめぐって揉めることになると、考えられます。私の報告は以上です。はい、どうもありがとうございました。一つイタリアモデルの、コロナ禍を例とする気化結集効果という、状況を軸にお話ししていただいたわけです。それでは次に中村先生お願いします。はい、名古屋大学の中村でございます。前回に続きましてドイツのことについて私の方からも、かいつまんで、レジュメに沿う形でご報告をさせていただきます。私自身も、ドイツにですね3月の初旬に出張予定しておりましたけれども、私の場合は伊藤先生と対照的にですね、キャンセルせざるを得なくなってしまいまして、それ以来行けてないという状況でございます。で、その後矢継ぎ早にドイツ政府がいろいろな対応策を、出されまして、本日はそのことについて簡潔にお話をさせていただければというふうに考えております。で、先ほどのイタリアの話でもですね、気化結集効果というお話がございましたけれども、各種の世論調査を見ますと主要国の首相あるいは大統領のような政治的な指導者の中でメルケル首相は危機が発生した3月の10、これは、データを3月の17日以降で取っていますけれども、ポジティブな世論調査が13ポイント増えているということでございまして、主要国の中ではですね最も高い形で、支持を上げていて、あとこのレジュメにも書いて ございますけれども、ドイツ国内の最新の世論調査では、メルケル首相の仕事ぶりについて 85% が実に肯定的に取り上げていると捉えているということで、非常に、メルケル首相の求心力がこのような危機前に比べますとかなり高くなったということが言えます。で、簡単に3点申し上げたいと思うんですけれども、非常に、内政に大きなインパクトを与えた危機でございますので、一つは簡単に危機前のことについておさらいをしました。あとその後の対応についてお話をさせていただこうと思います。で、危機前は前回の欧州政策パネルでも、お話になった いろいろ議論が出たところでございますけれども、政府与党にとって、大変厳しい状況が続いておりまして、右派ポピュリスト新党のドイツのための選択肢 AfD というのが連邦議会に初進出をしまして野党第一党座につきまして、で、この勢いを受ける形でですね、その連邦議会の選挙のあと各州の州議会でも、連邦政府の与党の、キリスト教民主同盟や、社会民主党が、敗北を続けるということがございまして、結局のところメルケル首相は連邦首相は今期限りと、で党首の座も、現在国防大臣を務めているクランプ・カレンバウアーさんに譲るというふうなことでございまして、メルケル時代の終わりの始まりという位置づけが基本的には国内的にもあるいは国際的にもそういう形で受け止められていたんだろうと思います。ところが、その後ですね、この後を引き継いだ、要するにポストメルケルさんの再有力候補であったクランプ・カレンバワーさんがご自身の失言とかあるいは内政上の、不手際で結局のところ首相候補を辞退するという状況に追い込まれてですね、基本的には非常につい最近まで連邦政府の与党は非常に厳しい状況に追い込まれていたわけです。そういった状況の中でこの新型コロナウイルスが襲いかかったということであったわけです。で、それに対して、ドイツ政府はではどういった対応を取ったのかということを、レジュメの3のところに行きますけれども、ご紹介をしたいと思います。基本的には貿易対策とそれから景気対策といいますか経済対策、それからリスクコミュニケーションという3つの点で、まとめさせていただきましたけれども、ご承知のようにヨーロッパの中ではですね、ドイツは比較的、うまく対応できたのではないかというのが現時点での評価
ということになっております。で、これは福田先生のペーパーで正確な数字出ておりましたけども、ドイツ100万人あたりの死者数で言いますと、私がいただいたデータでは 102.7 人、福田先生のペーパーですと、10万人あたりで 10.1 ということで若干の差はありますけども、まあ、大体これぐらいでございまして、ヨーロッパの主要国の中では、比較的小さい数字になっております。ただこれ小さいと言いましても、これ右側に日本の数字を書いておきましたけども、日本と比べるとですね、やはりかなり多いというのは否定できない事実でございます。ですからヨーロッパの中では、なんと言いましょうか、その比較的守備よくやったということになるわけですけれども、しかしながら日本的な感覚でもって、同じように受け止めるとちょっと違うのではないかなという気がいたします。でこれに対してメルケル首相はどのような手を打ったのかといいますと、一つはロックダウン、都市封鎖でございまして、でこれはフランスのようなですね、外出許可証がないと外に出れないとか、そこまではやらなかったわけですけれども、基本的には飲食店の閉鎖であるとか、学校や教会の、閉鎖であるとかっていう、非常にドイツ人から見ますと、大変厳しい措置に、3月の中旬から踏み切ったということでございまして、ご承知のようにドイツの場合連邦制を取っていますので、各州の権限が非常に大きいものですから、若干その後ですね、ガイドラインを各州の、州政府との間で調整をして、全土統一の、ガイドラインというのを、定めて、それを施行したということになります。で、それと同時に PCR 検査を、ちょっと韓国と似た感じでしたけれども、非常にたくさんのですね、PCR 検査を実施するということで、1日の検査目標を、20万件で、ただ実際のところは、7万件程度くらいしかならなかったわけですけども、それにしても、日本なんかと比べるとかなり、多い数字で、検査を続けていったと。で、こういった方針というのは連邦の、保健省というのがあるんですけども、ここにロベルト・コッホ研究所というところに、優秀な専門家がおられまして、メルケルさん自身も科学がご専門 の、 首相で、ドクターもされてた方ですので、ここ と、連携をしながら、すべて決めていったということで、後ほど出てくると思いますけれども、現在の欧州委員長のフォンデアライエンさんももともとお医者様ですし、この辺の、方たちはそもそもこの対応について、専門的なバックグラウンドという意味からも若干その強みを持ってたなという感じがいたしました。で、ご承知のように、イタリアのようなですね、厳しい状況になることもなくですね、国境を封鎖し、先ほど言ったような、ロックダウンのようなことで、対応しするということを行って、現状ですね、徐々に、封鎖を解除し、6月の中旬までには完全に国境も開放するという予定で、今現在、進めているということです。で、次に経済対策につきましては、実はこのペーパーを出した後、昨夜ですね、メルケル首相は公共放送の ARD というのと ZDF という2局に、インタビュー番組に登場しまして、15分それから20分それぞれ、ベテランジャーナリストの質問に答えるということで、かなり詳細に彼女の思いを実は昨夜、明かしたところでございまして、そこでもひょっとするとニュースとかでお聞きになったかもしれませんけども、7月から12月までの、付加価値税ですね、日本でいうと消費税、これを 3% 臨時に引き下げるというようなこと、あるいは子育て世代に対して、1世代あたり300ユーロですかねの、現金支給を 行ったということで、かなり手早く打って対策を打っていきまして、この辺は、世論からもかなり好感をされたということでございます。こういった景気対策も、かなり迅速に着手をしているということで、この辺も与党に対する評価が高い一つの要因になっております。それから後ほどこれは
ちょっと時間の関係で私の方から詳しくは触れませんけれども、フランスとの復興基金のことについてはメルケルさんはかなり政治的に大きな決断をしたのではないかなという感じがしております。ただこれについては後ほど議論になるかと思いますけれども、まだ曲折があるだろうと思いますので、簡単にいくのかなというのはちょっと感じますけれども、そういったことも、ドイツ政府としては取りまとめたと。でもう一つ非常に大きいこととしては、リスクコミュニケーションをメルケルさんはやはり今回かなり重視したということは顕著であったと現時点での総括では、受け止めております。一つは、この危機が始まって一番最初のテレビ演説が3月の18日でしたけども、この時に第二次大戦以来の試練であるという言い方をしました。で、市民に対してこれからかなり きつい覚悟をしていただかないと困りますよということをはっきりと言った上で、ロックダウンとかに着手をしていったということでございまして、すみません、ちょっとそろそろ、あ、すみません、はい、あとどれぐらいで30秒ぐらいでいいですかね。いや、もう切れてると思いますので、あと20秒ぐらいでお願いします。すみませんということで、あとが限られてるもんですから、すみません、それで昨日の公共放送での演説とかも含めまして、市民への直接の説得というのを、かなり重視した、要するに市民へのリスク、この危機に対する政府への理解というのをかなりこれまでに比べると大きくエネルギーを割いたということが非常に特徴的だっただろうと思います。でこのことがやはり先ほど紹介をしましたような 85% の支持になっているということでございます。で簡単にあと最後に1点だけ、まとめを4枚目のところに書いておきましたけども、やはり、先ほどのイタリアのケースと一緒で両党に対する支持がかなり上がっておりまして、ただドイツの場合メルケルさんは昨夜の公共放送の、インタビューでも、もう次を出ることに出ることはないと、もちろん出るとは言わないわけですが、次の候補に譲らなければいけないわけですので、この辺が一つ大きな不透明要因になっている。ただ与党に対する支持はかなり大きくなっているということで、政府の安定にはつながったということでございます。超過しまして失礼しました。それ、私の方からの報告は以上です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。チャットの方をご覧ください。高畑さんの方からいくつか資料とか、なんか吉田さんの論考とか送られてます。ちょっとご注意ください。それじゃあイギリス伊藤先生お願いします。はい、伊藤です。よろしくお願いします。今中村先生の方からドイツに関してはその感染拡大抑制策、それから、景気対策ともに、高い評価だったというお話だったかと思うんですが、イギリスの場合は、感染拡大抑制策については、かなり批判がある一方で、今のところ景気対策については比較的評価高いということになろうかと思います。統計上ご承知かと思います。今ヨーロッパで感染者数死亡者数ともに最多がイギリスということになっておりますし、人口あたりでの死亡者数も、ベルギーについて第2位ということで、そのあたりが非常に批判になっていると。でそもそもその感染拡大抑制策に関しては、当初集団免疫戦略というのを取ろうとした結果として、大体北イタリアで最初にこの問題が生じてから、イギリスに及ぶまで大体2週間3週間の、タイムラグがあったかと思うんですが、その時点で手を打っていれば、これだけの多くの犠牲を生むことはなかったのですではないかという批判がつきまとうということが一つです。で足元では、他のヨーロッパの国々と、足並みを揃える形でですね、規制緩和に、イギリスも動き出していると。3段階の2段階目に入ったということになるわけなんですが、これも実は私まとめさせていただきましたレジュメに今の段階での週間、7日間平均あたりでの
その新規感染者数の数というのが、やはりあのヨーロッパ大陸の、まあ、主要国に比べるとまだまだかなり多い段階での規制緩和ということで、まあ、これあのほぼ一貫してやはりジョンソン政権経済への配慮ということを意識してきたことが、まあ、ここにも表れているということかと思うんですが、まあ、この対応に関しても経済を心配していた人から見れば少し安心材料ということなんですが、まあ、健康を意識している人から見ればこれは非常に不安材料になるということで、やはりあのジョンソン政権の運営に関してはですね、引き続きこう、まあ、ある意味では分断をまあ呼ぶようなあの議論を招くような対応になっているということが申し上げられるのではないかと思います。で、景気対策に関しては、この感染拡大抑制策に関して、まあ、少し議論が分かれるというのに対してですね、あの景気対策に関してはあのかなり評価が高いと申し上げていいのではないかと思います。あのイギリスのこのコロナ対策のこれまで あの柱というのは、いわゆるあの休業補償ということで、まあ、8割補償すると。で、当初は、まあ、いわゆるあの雇用者ということだったんですが、これをまあ個人事業主にも拡大してということで運営されております。で、統計局の資料などによりましても、だいたい8割型の企業がこれを利用していると。それからすでにまあ受給している企業も8割型に上るということです。で、あのご承知のように、あの日本では今あの非常にこれが届くのが遅いということで、大いにあの手続きにも時間がかかるし、届くのが遅いということで、これが非常にこうあの安倍政権にとっての大きなあの批判の材料になっているわけですけれど、この点についてはあの非常に、まあ、万全を期していると申し上げていいのではないかと思います。ただこの、 あの給与保障、所得保障というのは非常にコストのかかるあの政策ということでございまして、今のところ、まあ、8月からですね、段階的にまあ、政府負担を減らしていって、10月末にはまあ終了ということを考えているようです。あのそういう意味では、あの当面のところは、まあ、経済再開を探りながら、まあ、所得保障で経済を支えていくということで成立しているわけなんですが、なかなか思う通りに経済の活動が再開できずにですね、あの所得保障の方が期限切れを迎えるというようなことになると、まあ、感染拡大コントロールという部分だけではなくて、景気対策に関しても、まあ、批判を呼ぶ恐れがあるということではないかと思います。で、これあのやはりイギリスに関してはですね、本来あのこの時期というのは、まあ、いよいよその EU 離脱を実現して、交渉に弾みをつけてというところで、まあ、ブレグジットが焦点になっている時期だったはずなんですが、まあ、コロナ危機によって大きくあの状況は変わったということではございます。ただそれでもですね、離脱協定での約束事というのも変わっておりませんし、 EU とそれからイギリス政府との、まあ、スタンスのすれ違いという構図も変わっていないと。今日あの4回目の協議がありまして、まあ、この後あのバルニエ交渉官などの記者会見も行われるということなんですが、6月末のいわゆる、まあ、期限延長の、締め切りを前にですね、改めて、まあ、両者の乖離というのが、まあ、確認されるのではないかと、まあ、いささか気がかりなところはですね、あのもうコロナ危機に比べればいわゆるこう合意なき移行期間終了のインパクト大したことがないんだというような論調も出てきているような部分でございまして、あのレグジットが、まあ、EU の方もですね、それなりにこの状況を、まあ、勘案しながら、まあ、妥協点を探ってほしいというのが、まあ、今の思いということです。で、この後の議論、おそらくあの出てまいると思うんです、出てくると思うんですが、あの EU の方は復興基金などのですね、方向に大きく動く舵を切ろうとしている中にあって、おそらくこれ、イギリスが EU 加盟国であったならばなかなか進まなかっただろうと、あのいろいろな対策を置いてもですね、やはりあのイギリスとヨーロッパ大陸のやっていることの温度差と距離感というのを感じることは非常にあの私自身多くあのございまして、そういう意味ではこのイギリスの EU 離脱というのはですね、この時点に立って振り返ってみると、まあ、ある意味では必然だったのかなというふうにも感じる次第です。私からは以上です。どうもありがとうございました。短時間であのいろんな論点に触れていただきました。どうもありがとうございます。
一つだけちょっと途中で司会者の特権ですけど、使わせていただくと、この合意なき離脱の話っていうのは、EU も含めて全部先送りというふうなシナリオは、合意の上での先送りっていうようなことはあるんですかね。例えば離脱協定そのものとかですね、うん、そういうものを全部書き換えますという作業があれば可能だとは思うんですけれど、現実にはこの6月末の、延長というのはイギリス政府は拒否すると思います。ですので通常のスケジュールであれば合意で延長ということはないんですが、例えば暫定的な協定を結ぶと、でそのいわゆる導入期間として、ある程度の現状維持みたいなものを図るといったような妥協はあり得るのかなというふうに思っています。ただこれちょっと私の見方、楽観的かもしれないという気もしています。大筋は変えられないから、ちょっとこう、はい、そんな感じでしょうかね。もしあるとしたら、あるとしたらですね。すいません、どうもありがとうございます。それでは私の方からもう本当に手短に皆さんが大体の問題提起をしてくださったので、それに乗っかるような形で私もお話しさせていただきたいと思います。私も3月の上旬、中旬までロンドンとフランスにおりまして、でロンドンが手遅れになったっていうのはよくわかります。全然もうほとんどケアがなかったような状態ですからね。私もマスクもつけずにスターバックスやなんか入ってあれしてましたし、あれで急に来られたらちょっと大変だったろうな。でフランスの方はそれに比べればケアはしていたとは思います。ソーシャルディスタンスを取ったし、私は週末にドゴールっていう本映画が封切られたので自分も書いてるので映画館入ったんですけども、ソーシャルディスタンスを取って年寄りとアジア人は端の方に座らされました。多少それからレストランなんかでもね、ロンドンも離れてましたけど、フランスの方はもっとみんな数が少なかったように思いました。ただ、いずれにしてもイギリスはちょっと後で考えると様ありなって感じはありましたけどね。ちょっと感想でしたけれども、フランスの場合はですね、実はマクロンの任期は最初ちょっと良かったんですけども下がっています。全体のコロナ対策についての、批判的な論調の方がこの2、3週間強くなっています。ただし時期に合わせて発言はしてるんですね。お書きしましたようにフランスの、ピークというのは、3月の下旬から4月の中旬にかけてで、最初に彼は経済支援策は3月22日に第一次経済支援策一応打ち出してますので、僕もそれを見たときに早いなと思いました。で額は大したことないんですけれども、それからちょっとして4月15日、このあたりが大型なものを出してきたんですけども、ちょっとこの辺の対応が少し急に増えたもんですから、感染者数が、その辺がちょっとフランス国民に与えた影響が、負の影響が与えられたのかなと思いました。それから第3次をこれから6月10日に出すというふうに一応政府は言っております。額にしてみたら最初が450億ユーロで、その後が、1100億ユーロに上乗せしています。いずれにしても早い時期からフランスの場合に言われているのは財源の話が随分出てまして、財政赤字の率がご案内のように、経済成長のマイナスが最初は 6% ぐらいから始まりましたけども、今はもう 10% 以上というふうなことが言われているし、国債依存率等を含めまして、その辺の財政の問題はかなり出ております。デジタル課税、炭素税、それから一時期は国有化の問題も出てましたので、この辺は考え方がちょっと違うところかと思います。それから、そういう意味ではマクロン政権というのは実は強引に3月中旬に地方選挙ですね、市議会選挙をやりまして、
1回目はやったのはいいんだけど、3月15日に2回目ができないまま、実は2回目の投票が6月の28日になっちゃうということになっています。で、それを見てマクロン政権のマクロンの共和派、共和党ですね、の支持派の議員さんが離脱しておりまして、マクロン党だけでは単独過半数を得られないようになっています。まあ、ただじゃあ政権揺らいでるのかっていうと、おそらく多数派を占めてその政権は安定している。というのは中道派とか、一部のものが入ってきますので、マクロン政権は一応、まあ、安定していると言われております。まあ、別な言い方をすれば対抗馬が右も左もちょっと弱いと。それからまたこういう時期になりますと、どうしてもやっぱり、極右は弱くなりますので、政治の舞台からあんまり目立たないようになっておりますので、逆に私のところには、私もメール会員でありますけど、共和派もルペンの方もメール会員なんですけど、最近よくやってきますそれで、そんなところが現状で、ございます。で、そうした上で、そうか、タイプの問題ですけれども、ちょっとこれはあとで申し上げます。スウェーデンとかイギリスのような免疫を作らせてという政策を取っているわけではなくて、やっぱり感染を正面から防止するという対策を出していきつつ、どんどん負担が広がっているという状況ではないかと思います。そういう意味では吉武さんに参加してもらいまして、スウェーデンのことを書いていただきました。今日は大学の都合で参加できないということだったので、それをあと 2,3 分ご説明して私の方向に返させたり、させていただきたいと思います。詳しい数字は皆さんのお手元に、出ていると、のペーパーで見ていただければいいかと思いますけれども、要するに都市封鎖とか、外出禁止な、強行措置などの強行措置を、スウェーデンは行わないままだったということで、自己責任に基づき感染予防を行ったと。で、それは集団免疫を、目指したものであったということは皆さんもご案内のことであろうかと思います。で、それは背景にあるのは、スウェーデンにおける安定した政権運営がバックにあるから、そういうことができたんだということで、対策は成功しつつあると考えられるというふうに吉武さんは言っております。ただ死者が多いということは 前から言われておるわけで、そういう意味では、老人を犠牲にした、死者の 88% が70歳以上の高齢者であったという点を指摘しております。ただこの制度のやり方っていうのは、死者が増えたっていうことで周辺諸国から批判も浴びていたということもありまして、実は先ほど私は確認してないんですけども、ある新聞記者から聞きましたら、スウェーデンの方で方針転換を図るような発言があったというふうに言っております。それから最後に少し問題提起を合わせて、このあと田中先生、福田先生につながるような意味で、問題提起をさせていただきたいと思います。実は私この5月にですね、テレビの会議でしたけども、フランスの国際問題研究所イフリのモンブリアールが会議をやるんで、私だけじゃなくてたくさんの人が出てたんだろうと思いますけれども、出ました。それからエルカノというスペインの研究所の、会合にも、これは傍聴陪席のような形でしたけど出させて聞いておりまして、共通のことをそれぞれおっしゃってました。具体的な話はともかくとして、言葉で言えば、今後の EU についてやっぱりかなり厳しい見方をして、私はちょっとペーパーでちょっといつものような国境を越えたインフラで前に進むかなというふうなことをちょっと楽観を書きましたので、正確にはかなというぐらいで止めて疑問形にしといてほしいんですけれども、そのくらいモンブランも同じように危機のたびに今までは乗り越えてきたんだけれども、ちょっと今後は難しい、今回はかなり厳しいなというようなことを言っておりました。それで出てた共通の言葉というのが、マルティラテラル
な、インスティテューショナライズですね、制度がどう進んでいくかというのはますます大きなポイントになっているということと、クレディビリティという言葉を出されていました。これはまあ私は中国との関係で、クレディビリティ、中国がやっぱりクレディビリティを得られたのかなというふうにはとても思えない、もう失ったんじゃないかというふうに思ってますけれども、そういうふうな、ちょっとキーワードになるかどうか分かりませんけども、出してみ、ました。ということで、どういう順番にしましょうか、福田先生と田中先生。私もちょっとこの独仏がの中心で欧州復興基金をやったものですから、ぶち上げたものですから、ちょっと書いたりすることもあったので、今回もそのペーパーにちょっとアップさせていただきました。それは田中先生のものとほとんど重なっているような部分なので、じゃあそちらから田中先生から入っていただきましょうか。聞こえますか？聞こえます？どうぞ。聞こえてますか？あ、聞こえます。私の方はやっぱり EU のとこ上の次元からこう見てみたんですけど、まずドイツについてはですね、国境封鎖をやりましたし、それから3月ですけど、それから医療品の輸出を禁止しましたよね、一時的ですけど。それで、あと他の国もそれにフォローして、EU の連帯、いずこにありやと。もう我が国第一主義と、僕、メルケルさんのあまりのひどさにびっくりしたんですけど、EU 研究者としてはショッキングでしたね。つまりもうその時には、イタリアで2000人ぐらい死者が出てまして、イタリアの医療が崩壊していたのに、全く3月18日の議論では、メルケルさんは一言もイタリアに言及しませんでした。私はもうがっかりしました、本当に。それで、日本の新聞とかジャーナリズムは、もう EU の連帯はもうおしまいだみたいな議論もあったんじゃないと思いますので、そこがやっぱりこのコロナ危機の EU の出発点ではないかというふうに思います。そこはだから忘れてはいけないというふうに思います。そしてその後、対立が起きたのは財務省理事会、まあ、その他のところでも起きましたけど、やはりイタリアは補助金を要求してコロナ共同債の発行を要求したのに対して、ドイツ、オランダ、あとは、まあ、いわゆる契約4カ国ですね、これ非常に強力に、まあ、エストニアも入ってましたけど反対をして、まあ、少なくとも4月9日の2日続けて会議が行われた後はもう結局ローンになりました。ただ渡辺先生が詳しく分析書かれてますけど、ESM ですね、欧州安定メカニズムの貸し出し条件は非常に厳しかったんですけど、それが一応そのコロナ関係ということにはなりましたけど、もう貸し出し条件がもう圧倒的に緩められるというところは、そこは大きかったと思うんですね。ただイタリアでは、その妥協をして帰った財務大臣に対して、サルビーニとか、あるいは五つ星の方から辞任しろという要求が出ました。それで伊藤先生にはですね、イタリアの支持率もいいんですけど、むしろそのドイツ、あるいはフランスに対する反感が非常に高まってますよね。EU に対しても高いです。その辺りのこのイタリア人の意識ですね、支持率だけを言うんじゃなくて、右左の。EU に対してどうなのか、ドイツに対してどうなのか、なぜそうなのかというあたりをもう少し掘り下げていただけないかなというふうに思います。それから、次には4月23日の首脳会議で、一応その EU の予算を今 GDP の 1% ぐらいだったのを 2% に拡大しているというあたりまでメルケルさんが譲歩しまして、そして5月18日ですね、マクロンさんと、メルケルさんの5000億ユーロの提案になって、でここでやっぱりメルケルさんはもう大転換を行っているわけで、まあいろいろ経過はあるかと思うんですけど、まあフランクフルト・アルゲマイネは185転換だ、メルケルは、という話をして、まあこの間15年も首相をしておきながら、
これといった EU への貢献がない、EU 統合への、最後一つ貢献をつけないと格がつかないんだろうというような皮肉を込めた見方をしてましたね。私はまあ、それもあるんじゃないかなという気がしますけど、私はもうメルケル理想論があんまりちょっと支持しないんですね。それからですね、これはもうあの皆さんご存知の通りでございます。中期財政計画で 1.1 兆ユーロ。まあ、これ従来の方、従来のですかね。そして、次世代 EU のために7500億。まあ、うち5000億ユーロを、補助金にして、残りを導入する。というようなことですね。これはやっぱり、大きくて、まあ、ハミルトン議案、の時なのかというような議論が、盛んに行われてますけど、まあ、そういう意味では、ドイツが転換した意味が非常に大きかった。メルケルさんですね。ただ、その、ドイツを見ますと、ドイツ、5月5日にですね、ドイツ憲法裁判所が、ECB の、いわゆる、QE ですね、量的緩和策に対して、一部違憲だという、の可能性があるという、判決を下したんですね。で、これ、非常に厄介な問題で、私もちょっといろいろ調べてはいるんですけど、下手をすると、ECB の QE に、支障が出かねないというような問題もありまして、私はやっぱりドイツはメルケルに結集してるんじゃなくて、右と左で割れていて、まあ、ある意味ではイギリスとかと、ある意味ではこう対比できるような状況なのではないかと。もし85% というのがあるとしても、それはさっきの気化結集効果ですかね。なんかそういうものではないかなというような気がしております。それから7500億ユーロのフォンデアライエンさんが出した提案で、詳しい予算の案を見てると48ページもありましたので、ちょっとまた見切れてないんですけど、一番契約4カ国が反対するだろうということはあるんですけど、しかしですね、同時にそのコロナだけじゃなくて、次世代 EU のための技術革新を支援すると言ってるんですね、公共投資で。そうすると、5G が出てきますし、それからグリーンが出ますよね。そうすると、ノキアとエリクソンというのは、フィンランドとスウェーデンですので、これは契約4カ国のうちの2カ国は僕は多分崩れるだろうと。それからオランダもですね、フィリップスなんかがありますので、これはやっぱり次世代の技術革新に EU が巨額を投資すれば、こう反対する理由はないんだろうかな。あとは東欧の方も、まあ予算が増えるのは歓迎だと思いますし、やっぱりドイツの企業なんかがたくさん進出してますので、やっぱり早くドイツの企業に復活してもらわないと困るので、僕は東欧もそう反対しないんじゃないかなっていうふうに見て、ちょっと楽観的すぎるかもしれないんですけど、僕自身は割と進むというふうに見ていいんじゃないかなというふうに思います。それから、中国なんですけど、まあ中国については、これはちょっと今回はあまりヨーロッパの事情が問題なので、まあまた次の、時に、このフォーラムで取り上げていただくとかということがいいと思います。中国とアメリカですね、両超大国がやっぱりちょっと、まあ、狂ってるというか悪いかもしれませんが、両方とも方向を間違えていると僕は思いますので、これに対してやっぱり EU 自身は欧州委員会のレベルでは少なくとも正論を対峙していると思いますので、この辺の重要性というのは、まあ、日本の立場も含めてですね、重要なポジションに世界経済的にはあるんじゃないかな。そこの点は評価したいなというふうに思っております。なりませんけど、これで時間もございませんので。はい、ありがとうございます。ちょっと順番あれですけど、伊藤武史先生の方は、5時15分ぐらいにもう離れられるんですよね。聞こえてますか、伊藤先生。すみません、次のミーティングが入っておりましても、15分くらい、15分、16分ぐらいまで大丈夫だと思うんですか。じゃあちょっと次は福田先生の番ですが、今2、3の方がイタリアの件について触れておりますので、これだけは、
言っておきたいと言いますか。そうですね、田中先生から非常に厳しい意見をいただきました。まさにその通りだと思います。ですね、まあ、これからこれまでに何回か報告させていただいたように、やはりドイツに対する反感というか、まあ、EU に対する反感は非常に強く、特にですね、今までは特に経済面で、まあ、イタリアを救済してくれないというか、まあ、その最終的にはイタリアはドイツの輸出攻勢にさらされて、いる立場で、経済力をですね、十分蓄えられないという経済力からの観点の不満だったのが、今回コロナ対策の時にですね、確かにドイツは後になって、引き受けてくれましたけれども、引き受けるまでに時間がかかり、特に最初の引き受けは、まあ、はっきり言って焼け石に水程度でしたので、もちろん自国の医療政策の失敗ではあったんですけれども、それだけ余裕があるんだったら、しかもフランスから先に受け入れたのでどうしてイタリアの方が深刻なのにやってくれないんだという理由が、かなりもう国内はもう反ドイツ、世論が沸騰していました。ただ、まあ、冷静になって考えてみればですね、いろいろ問題があっても、田中先生からご指摘がありましたように、EU 間の、まあ、外務大臣、財務大臣、もしくは関係、委員を通じた調整っていうのはそれなりに進んでおりますので、まあ、ほどほどのところで落ち着いて、5月の末にもニュースになりましたけど、まあ、共同で、復興資金を調達するような動きにもイタリアも参加して、それなりに穏便にやっていけると思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。まあ、なんか一番復興資金で多く入ってくるのはイタリアとスペインということになっておりますけれど、はい、それから、もう一つ、ドイツの件ですけれども、これは私ちょっと さっき政治的って言いましたけど、ドイツ連邦憲法裁のこの決定をメルケルが捕まえて発言したというふうには考えら、こういうふうな方針を出した。まあ、まともとちょっと何か仕掛けようというか、そのタイミングを測ってたんじゃないかなというぐらいに私は思ったんですけれども、いかがでしょうかね。これドイツ。それはあると思います。憲法裁の判決は、ドイツ政府がなぜ QE をもっと食い止めるような行動しなかったのかというふうに批判したりしてるんですよ。それでまあ、ドイツ政府としては金融政策に介入するわけにいきませんので、中央銀行の独立性というのがありますので、控えているのが当然だったんですけど、それを憲法裁が批判した形になりましたので、うん、多分 それはこのコロナ対策としてもマイナスの面に踏んでますので、うん、なりかねないので、メルケルさんはやっぱりそれに反撃するという意図は非常に深かったですね。そしてツェデウ、メルケルさんの与党の右派はずっとこの支援、いわゆるトランスファーユニオンに反対してきたんですけど、今回は反対の声が出ないんですね。そういうのはメルケルさんのその 85% っていうのが効いてると思いますし、まあ、最後のところでこう挽回してくれるかもしれないというふうには思っています。ありがとうございます。福田先生、飯村大使何時まででしたっけ？15分ぐらいとおっしゃいました。大丈夫ですか？まだ、まあ、大丈夫です。福田先生大丈夫ですか？はい、次の会議へ、はい、じゃあ福田先生続けておやりになってください。よろしくお願いします。はい、はい、それじゃあ画面共有でパワポで5分ぐらいでやりますので、いや画面共有します。はい、共有できてますでしょうか？まだ今ぐるぐる回ってます。いかがでしょう？あ、できました。出ましたですか？じゃあ始めさせていただきます。もうペーパーに書いてあるので、まさに EU の連帯が問われているというのは先生方の認識と多分一緒だろうと思います。
そういうふうな中でですね、EU の統合の原則であったものがですね、全部逆方向に動かさざるを得なかったというのが、まあ、今回レゾンデートにかかるような EU の正当性と存在理由にかかるような危機であるというのが、まあ、この宣言空間内で、まあ、移動制限や入国禁止や国境封鎖といったようなことをやらざるを得なくなったということで、まあ、大きな問題になっていると。でまず、まあ、感染症政策というのは EU の根拠法がかつてはなかったんですが、体操主義提唱で健康の情報が一部入り、EU 条約になってからパブリックヘルスというのが条約上の根拠として置かれ、まあ、現在のアムステルダム条約でさらに基本権憲章との関連で、共通の安全に関わる健康公衆衛生というのがEU と加盟国の共有権限であるということが、まあ、明確化された。で、まあ、当初ですね、この保健衛生の分野は加盟国の主権事項ではないかというふうに認識されていて、少なくともリスボン条約以前はそういう状況であったわけですね。だから主権事項にですね、EU が踏み込んでいっていいのかといったような、まあ、誤解もあったのかなと思います。で共有権限領域ということは言い換えますと EU と加盟国で協議して、まあパワーシェアリングしている政策領域ということになるかと思います。で、まあ、そんなこともありまして、法的権限としては EU も加盟国もその権限を持つということになります。で、まあ、最初 EU として最初に動いたのが市民保護メカニズムと呼ばれるやつで、いわゆる人道支援総局がですね、中心になって、いわゆる横浜のダイヤモンドプリンセスにですね、EU 加盟国市民71名を迎えに行くというふうなことで、イタリア機とフランス機を飛ばしてですね、まあ、71名を帰還させたというのが、まあ、最初のアクションであってですね、これは EU と加盟国の共同出資であったということと、まあ、それ以外にも中国にですね、支援をするということ、あるいは WHO にも支援をする、アフリカにも支援する、あるいはワクチン開発機構にも1億ユーロも、まあ、拠出したといったようなことで、あります。で、まあ、時間がないので、まあ、EU 内としては欧州委員会が3月2日に新型コロナ対策本部を立てた、ちょっと遅いわけですが、まあ、そういう状況の中で、ECB も、まあ、このあたりはもう田中先生のところで、既に言われておりますので、まあ、ユーロ圏 GDP の 7.3% に相当する緊急経済支援策を、まあ、発表したと。で、EU が加盟国にどれだけ何をやってくれるのかというところがやはり大きなテーマになったかと思います。で、まあ、公的資金と民間資金をマッチングファンドにしてですね、いくつかのワクチン研究開発プロジェクトに資金提供するというふうな枠組みを作ったりして、そして5月13日以降、いわゆる、まあ、経済的な観点から日本と同じように移動制限を段階的に解除していくというふうなことで、まあ、例えばバルト三国内では自由に動けるけど、それ以外の地域からは入ってこれないというふうな感じでですね、一定の近い近隣諸国間で、まあ、動けるというふうなことであったかと思います。で、それから奥野先生ご指摘のこのCOVID-19 の政策対応の仕方の比較というふうなことでですね、まあ、これは何で比較するか、正確な数字がどことも取れてないし、フランスでも遺体を後で調べてみたら11月の時点でコロナに死んでいたということが、凍結してあった死体を PCR 検査にかけたらそういうことが分かったというふうなことで、日本も同様ですが、ほとんどそういった死亡の原因が別の病気にされてるんで、はっきり人数が分からないというのが、まあ、結構あるようです。で、PCR をたくさんやるようになってから、こんな風な形で、10万人あたり、ここに出たような形で、ベルギーが一番厳しかった。で、スペイン、イギリスが、まあ、イタリアぐらいが大体同じぐらいのレベル。
そしてスウェーデンとフランスがほぼ同レベルで、ドイツがだいぶ低くてですね、で、まあ、エストニア、ラトビアなどバルト3国は非常に少なかったということであります。で、まあ、その原因が何かということですが、もう終わりにしますが、北欧では非常に少ないというのは寒い国ですので、コロナ以前から IT 化が進んで、e ガバメントも進んでおりまして、特に、まあ、エストニアが一番最先端で技術も高いし、ほとんど90何パーセントの行政サービスがカード1枚でやれる、選挙もやれるというふうなことで、教育から医療まで全部カード化されていて、セキュリティも非常に厳しいし、ハッキングすると誰が入ったかログが全部分かるような仕組みになっている。ロシアが2回ほどハッキングをエストニアしたようですけれども、というふうなことで非常に信頼度が高いというふうなこともある。でもう一つ、もう時間ですね、このウイルスの型の違いによってアジアが非常に軽くて、L 型は死亡率の非常に高い強毒型に変異していると。で、日本に入ってきたのは S 型、それからそれが変異した K 型であるので非常に軽く済んでいるということで、そういうな免疫が出来上がっているかもしれないというふうなことで、なぜ、アジアで低いかというふうなことは、いわゆるファクター X で、その原因をこれから調べないといけない。政策的な対応は日本が良かったとはとても思えない。アジアの中では死亡率は一番高いぐらいでありまして、まあ、シンガポールなんかと比べると圧倒的な差が出ているということで、人数だけ見ていてもほとんど何の意味もないような感じですね。で、まあ、そんなことで、EU が加盟国あるいは加盟国の市民に対して何をしてくれるのかということをはっきり示せない限り、EU の連帯を取り戻すことも、 EU の存在理由を明確にすることもできないのではないか、まあ、今やっているところは、まあ、このパンデミック対策のヨーロッパレベルの共通規制をするとか、ハッカー対策をするとか、コロナ関連の犯罪が結構なされているので、ユーロポールもそれを具体的にチェックしてですね、不正な情報が流れないように正確性を確保する、まあ、そんなふうなことをやっているということで、以上で終わりにします。はい、はい、どうもありがとうございます。総括的なポイント、ご報告でポイントも明瞭に挙げていただきました。時間をしてますけれども、井村大使、最後に、ご感想というかご意見というか。いやいや、大変興味深く、あまり日本でヨーロッパのこういう話はマスコミを含めて報道されませんし、非常に貴重な機会をいただいて感謝しております。特に渡辺真由さん、高畑さん、ありがとうございました。で、渡辺先生もありがとうございました。たくさん質問があるんですけれども、お時間がないんで2つぐらいに絞らせていただきたいと思います。質問だけです、感想というよりは。まず第一点は日本についてなんですけれども、概して日本はパフォーマンスが悪かったという、今福田先生のお話でもありましたけれども、そういう評価なんですけれども、のように見受けられますけれども、この前安倍総理が、緊急事態宣言をやめるというと記者会見をやられて、それを受けて、欧米の各紙報道をしてて、私が見たのはニューヨークタイムズと、それからファイナンシャルタイムズですけども、結構彼らはびっくりしてるんですね。つまり東南アジアではグッドパフォーマーは、韓国と台湾、それからシンガポールっていうことになってて、他方でシンガポールっていうのは、これちょっと話がずれますけれども、あそこは移民っていうんですか、労働者、外国人労働者が多くて、今ちょっと数字見てたんですけれども、36,922人、昨日の時点でですね、感染者がいるんですね。亡くなった方は少ないんですけれども、これはまあ日本の相当の倍数、何倍になりますかね、相当の感染者が出てるにもかかわらず、
東南アジア、失礼、ヨーロッパでは評価、パフォーマンスがいい国とされているわけですけれども、相当あのヨーロッパで誤解されてるんじゃないのかなという気がしてます。です、あの皆様にお聞きしたいのは、どういうふうに日本の見られてるのかなと。実は昨日、一昨日ですかね、あのインドネシアのシンクタンクで CSIS っていうのがありますけれども、ここに頼まれて、ここはずっと各国の COVID-19 についての経験と教訓というのでウェビナーのレクチャーシリーズをやってて、で、まあ、中国とかシンガポールとかいろんな国やってたんですけど、日本もぜひ話聞きたいっていうんで誰かいないかって私聞かれまして、で、国立医療研究センターの大曲先生という感染症部長がおられるんですけども、あの彼がいいよ喜んでっていうんで、ウェビナールレクチャーをやってくださって、まあ、結構聴衆っていうんですか、7、80人おられてですね、関心が高いのが分かったんですけども、その中でいくつか質問があって、みんなこういう関心を持ってんだな、でも結構日本のことをフォローしてんな、さすがやっぱりヨーロッパと違って東南アジアの大国は日本に関心があるんだなと思って聞いてたんですけど、日本では強制力を伴わない、要するに要請という形、行政による要請という形で、店を閉めろとか、外に出るな、外出自粛しろとか、いろいろやったと。にもかかわらず、みんなそれに従ってですね、場合によっちゃ、街を歩く人もほとんどいなくなっちゃったと。これはどうしてパニッシュメントがないのに、どうしてこういうことが起きるんだっていうのが、彼らは大きな疑問でですね、まあここら辺の話になるとキリがない話なんですけども、文化の違いだとか衛生観念の違いだとか、あるいはその遺伝子の違いだとかですね、あるいはトレースするシステム保健所が持ってるっていうこととか、いろいろあると思うんですけれども、まあ、そこら辺ですね、そこら辺のところを、実はこれ、前から私もヨーロッパに長いんで、関心のある地域なんですが、ヨーロッパ人と日本人っていうのは、どうも明治の初めと違って、意思疎通がうまくいってなくて、日本のことも分かってもらってないし、日本人もヨーロッパのこと分かってない、少しそこら辺のところを、きちっと今回も日本の事情っていうのをウェブでこうレクチャーをやるようなことがあればいいんじゃないかなというふうに思いまして、ただ先生方見ておられるか限り、いやいや相当ヨーロッパは日本のこと分かってるよというお話であれば、それはまたそれでいいんですけども、ちょっとそれが一つあります。もう一つだけすいません、お時間取りますと、あと先ほど福田先生のお話で、この EU の2005年5月にできた、ECDC ですか、これ、まあ、それで、リスボン条約の下で教育権限になったというお話なんですけれども、これちょっと純粋に質問なんですけれども、一方で国際機関として WHO がありますですね、から今回は相当ネーションステートっていうか、従来の国家の枠組みで皆さん、いろんな手当てをやられたと。結局この ECDC というのはどういう役割を果たしたのかなというのをちょっと、ま、書いておられるんですけども、教えていただけたらと。で、質問させていただく意味は、今ASEAN の枠組み、東南アジアの ASEAN 機構の枠組み、それから ASEAN プラス日本、中国、韓国、日中韓ですね、 ASEAN プラス3の枠組みの中で今後どういう
考えて、どういう、ことをやるべきかというのは、大臣レベルで、議論しておりまして、6月の確か、今日4日というと昨日ですか、今日ですか、ASEAN プラス3の経済大臣会合があって、それから6月の24日か26日にベトナムのダナンで ASEAN の特別首脳会議があるということで、その中の どういう議論してるのか私、もう現役じゃないので知らないですけども、相当今後の体制作りをやってるについて議論してるんじゃないかと思いまして、その観点から日本としてその EU の枠組みの中でやってる、つまり ASEAN もあるいは ASEAN プラス3も ASEAN プラス6もインスティテューションビルディングの段階ですので、ヨーロッパでから学ぶべき、 EU から学ぶべきことを学んでいかなくちゃいけないと思うので、何か学ぶべきことがあるのか、それを教えていただけたらというふうに思います。すいません、ちょっと長くなっちゃって。はい、どうもありがとうございました。時間はどういたしましょうか。大使、貴重な問題提起はされていた、していただいたんですが、どういたしましょう。これ、議論の仕事1分ぐらい。高畑、その渡辺真由理事長、いかが。一言ずつ最後に、じゃあ、今の、飯村大使の、問題提起を、まあ、100% じゃないもの、まあ、でも一応受けながら、ご自分のご報告とともに何かないかということをちょっと一言ずつ、そういうことでよろしいでしょうか。はい。それじゃあ順番的にはどういう順番になるのかな。伊藤先生の答えを先にさせていただいてよろしいですか。はい、そうですね、お願いします。大使からご質問ありがとうございました。ECDC の役割ですが、これはWHO ヨーロッパとは共同して禁煙政策ですね、タバコ の禁煙政策を展開して非常に成功しているんですね、うん。まあ、そういうふうな役割を果たしてきたんですが、まあ、今回はうまく動けなかったという問題があるかと思います。それからアジアとの関連では先ほど出てきたシンガポールは日本の30分の1の死亡者数でありますが、感染者数はもちろんたくさん調べてるんで、日本よりも数千人単位多いわけですけれども、死亡者が日本はシンガポールは日本の30分の1だということで、私ちょっとシンガポール、3年前からシンガポール外務省のアドバイザーのようなことをシンガポールが頼まれているものですから、一等食感なんかと時々会うんですけれども、まあ、そういうことで、かなり成功してるんじゃないかと。でそれからインドネシア、先ほど出されてましたが、インドネシアも日本の人口の2倍あるんですけれども、死亡者数で見ると800人台で、日本はもう900人台超えてるんですね。2分の1の人口の日本で死亡率がですね、を比較するとインドネシアの2倍ということになっちゃうわけでありますので、まあ、その辺のところも考えてみる必要があるかな。でそして ASEAN プラス3か、まあ、そういうアジアの枠でやはり、こういった感染症についてもですね、一つの連帯を制度化するような国際制度を作ったらいいんではないかなと、いうふうなことも、ファンドを作ってですね、そういうふうなことをやってもいいかなというふうな気持ちはありますというところです。はい、今 ECDC の話出ましたので、ちょっと一言言いますと、私ちょっと見たので、EDC の ECDC の代表ですか、女性ですよね、女性のお医者さんの方がインタビューに答えてて、実は彼女はみんなが外出規制を各国が緩和するのに反対のようですね。論拠はこういうことで、ウイルスは行き渡ってて、いるのに免疫のできてる人は、ね、できてない人が80から90だと。だから第二次感染は避けられないし、膨大なことになるんじゃないかということで、要はあんまり今の動きに対してちょっと
批判的なコメントをしておりました。まあ注意すればなんとかなるとは思いますけどとはつけてましたけど、まあだからそういう意味で今おっしゃったように今回あんまり機能してないのかもしれませんね。どうなんでしょうね。なんかヨーロッパが非常に強いということで、それがアジアに入ってきたら今度は第二波が非常に二波厳しいんではないかと言われてますよね。そうですよね、うん、はい。それじゃ あの伊藤先生から一言ずつお願いいたします。はい、あの今のお話に関連してあの直接ということではないんですけれど、あの日本の、まあ、評価ということで、あの私自身考えているところは、あの感染拡大抑制策に関して言えば、あのこう戦略的には、まあ、バタバタで明確な戦略ありきではなかったと思うんですけれど、結果としてやはり死亡者数が抑えられたというところは、あの欧米から見ればやはりあの、まあ、認めざるを得ない一つの第一波に関してはコントロールしたという成果だったのかなと思います。で私自身その日本の問題としてより大きい部分はやはりあの景気対策について、その積んでいるお金は相当大きいと、ドイツにも匹敵するというか、それを上回るぐらい実は大きいにもかかわらず、非常にこうあの国民の納得感というかですね、安心感というのがなくて、それがあの行政の、まあ、効率性の問題であったり、スピーディーにあの届いていないということで、あのドイツがすでにあの景気拡大の方に舵を切るような追加策を打ち出しているのに対して、まだこう日本の補正予算というのはどちらかというとまだこう危機管理というかですね、あのダメージを受けたあの企業家計の、あのサポートというところにまだ重点を置かざるを得ないし、それまでもいつ届くかわからないと、あのこのあたりが非常にあのこれから先を考える意味でですね、意外にこうコロナ危機で受けた日本のダメージというのが大きいのではないかなというふうに感じて不安に思うところです。あ、渡辺先生マイクが入ってない、ミュートになってますよ。渡辺先生、次は中村先生お願いいたしましょうか。あの、飯村大使のご質問に対して、まあ、直接の答えになるかどうかわからないんですけれども、ドイツでも日本に対する関心というのは、あの当初やはりその日本に明確な戦略がなかった、特にあのドイツがやったように PCR 検査をあのシステマティックにあのしなかったことについて批判的な目があって、関心自体も あまりポジティブな意味での関心がなかったように見受けられましたが、結果としてあのやはり死者数が、かなり少ないということもあって、その、2日ほど前ですか、ロベルト・コッホ研究所の専門家が、日本はそのロックダウンのようなこともしない形で犠牲者も少なかったことに関して日本を参考にできるかもしれないというそういう発言が、まあ、日本の新聞等でも報道がされましたけれども、少しポジティブな意味での関心が今持たれていて、その、なぜうまく日本があのシステマティックに対応しなかった、日本がうまくやれたのかということについて、関心が若干出ているという、感じがいたします。それからあの先ほど、あの一点補足は、何人かの先生方から出ました、その、なんだかな、PCR 検査の問題ではなくて、あ、すいません、ちょっと忘れちゃったので、またあの今日はこれぐらいにしておきます。すいません、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。それじゃ あの、田中先生、僕はあまりその今大使の質問には答える能力はないんですけど、でも僕は日本政府はお粗末極まりなかったと思いますね。あの、何でしょうか。ちょっと聞こえなかった。聞こえなかった。聞こえません。あ、大丈夫です。はい。政権はお粗末極まりない。政治的決断。あ、お粗末極まりない。はい。政治的決断をしなければいけないときに、専門家会議で逃げて、あの、尾身さんが、あの、偉そうにしてたけど、ほとんどもう無能で、あの、どれもなんなかったじゃないですかね。
日本で良かったのは、大阪府のね、吉村知事は非常に、科学的だったし、勇敢でしたね、政治家としてもね。だから、地方自治体のレベルでは、あるいは言ったかもしれないけど、日本政府はお粗末で、もう安倍政権は僕、早く変わらないと、どうにもならないんじゃないかと心配しております。日本がうまくいったっていうのは、BCG 売ってるからだとかっていう説もあるし、まあ、山中教授の、なんていうんですか、ファクター X ですか、そこまだ分かってないんですけど、そういうものがあるのじゃないか、それはアジアにもあるんじゃないかって言われてるんですけど、そのあたりを抜きに、ヨーロッパと比べて死者が少ないから、日本はいいんだっていうふうな評価に行くのは非常に危ない、というふうに私は思います。以上です。ありがとうございます。もっともなことをおっしゃっていただきました。じゃあ、福田先生、お願いいたします。また。もしもしありましたらということで、はい。先ほどの、イタリアでもそうであったように、ポピュリズムが少し下火になったというふうなことを少しおっしゃってたんですけれども、これが、ポストコロナでどうなるのかなっていうところが私、非常に関心持っているんで、各国の研究者の先生方にまたお教えいただきたいなと思ってるんですが、現状では政権与党がどこともリーダーシップをうまく取れたら支持が高まるというふうな傾向にあるわけでありますけれども、そういう点では世界的な比較ではメルケルさんが1位の座に就いたというのはいろんなメディアの調査で出てますけれども、そういうふうなことでですね、ポストコロナ、つまり2年半か3年後にどういう状況になるのか、結局 EU は何もしてくれなかったから意味ないじゃんというようなことになるとですね、かなり存在理由が問われてしまうということで、まさに危機の時に EU が何をやれるのか、そして存在理由をどういう形で示せるのかというところが、もうここコロナのこの危機の時に何ができるかということで、EU が今後存在し続けられるかどうかが決まっていくんじゃないかな、そんな気がしております。はい、ありがとうございました。そろそろどうしてもという方いらっしゃいますか。渡辺先生、いいですか、一言だけ。あ、思い出しました。思い出しました。メルケル批判が出にくい、特に独仏復興案について理由はですね、一つ明確な理由があって、いつもメルケル批判の最先端に立つ方が新型コロナの問題について失言とか立場を間違えたのが多いんですね。例えばメルツっていう元院内総務なんかは、ロックダウンなんかは早くやめてしまえってことを言ってしまって、結果として大変な批判を浴びてですね、なかなかメルケル批判がその後言い出しにくくなっているっていうのもありまして、それはしばらくの間は多分そういう状況言いにくいというですね、党内批判がこう出にくい状況っていうのがなんかある感じがいたします。そのことをちょっと一言ご説明させていただこうと思います。すみません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。明快なお話で、最後に私のあれでこの全体の会のまとめにはならないんでしょうが、日本のことについて出ましたので、どういう視点から日本を考えるかっていったときに、私は将来の日本の外交にとってこのコロナ禍をどうプラスに展開できるのかなというふうなことから言えば、成功はしたんだけども、どうやって説明しようかというロジックがない。例えば先ほど10万人に、何人死ぬという話でしたけども、何を母数にして日本は語れるのか。東京だけで今累計で PCR の検査1万5、6000人でしょ。で10万人に1人と何人かという計算は実はできないわけで単純に10倍したら日本 の東京の感染者はものすごい数になっちゃいますし、だからそういうそう逆に言えばフランスなんかはもう規制を緩和してもなくしてもまだ1日10万人検査をするとかって言って、PCR で母数を確実にしようとしてるわけですよね。でそういう説明原理っていうのはどうなのかなっていうのを一つこうずっと私疑問に思ってることです。それからもう一つ思うのは、これ見方によってちょっと
斜に構えた見方かもしれませんけども、医療崩壊ということが最初からやっぱり大きな問題としてあったんではないか、中国がヨーロッパを見て次日本だって言った時に日本も医療崩壊することは目に見えている、で医療崩壊をする前にするのか、それとも人道援助を先にして、やっていくと医療崩壊してしまったってことになってはいけないというこの鶏と卵の論争みたいな、どっちが、つまり医療崩壊してしまったら本当に救えないわけですし、あの人道主義ということであるときにバーッとやってしまったら、あと本当に医療崩壊してしまったらもっとひどいことになると。でだからその辺のロジックがおそらくあのせめぎ合いというか議論はあったんだろうと思うんですね。でも出てきてるのは幸いになるかな、死者が出なかった、少なかったので、あの医療体制も守られたということになったんではないかと思います。でそういう意味からすると多分あの諮問委員会の方たちは皆さんお医者さんなので、かなり行政とのやり取りがあったんだろう、厳しいやり取りがあったんではないかと私は思っておりますけども、いずれにせよあの外交として考えたら、私も日本は成功した例だからこれを世界に広めて日本モデルみたいに言えればなとは思ってるんですけども、日本人はもともと靴を脱ぐ習慣と握手もしない習慣があったということをフランス人に言っても納得してもらえないだろうなと思いますので、ちょっとそういうところでこうやはり我々はあのその辺はちょっと考えるべきことかなと思っております。ちょっと批判的になりました。ただまあいずれにしても死者が出なかったということは結果として、少なかったということは結果往来ではあるわけですけれども、外交のロジックっていうのをちょっと考えたりしてたところでございます。何かありましたら、あのまたこの話は次回の時に大きなテーマとして皆さんの背景で日曜比較ということで、今日最後に今田大使に貴重な問題提起していただいたということになるかと思います。それから今おっしゃったあの ASEAN ですね、地域統合という そういう ASEAN ないし、あるいはあの ASEAN でなくてもいいですけども、あのその東アジアの統合という問題はやっぱり我々の問題意識としてやっぱり重要かなと思います。 EU をやる、 EU ヨーロッパ系政策研究をやる以上です。そんなところを私が考えておるということで、あの示させていただければと思います。あの渡辺真由理事長、それから高畑さんに譲りたいと思いますけど、最後まであの理事長もご陪席いただきましてお礼申し上げます。どうも。じゃあ高畑さんに司会に移お回しします。どうぞ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ないのであれば、あ、終わりをやってください。どちらでもあの真由さんの方、このコロナ危機をめぐるあの欧州世界の現状についてあの深く学ばせていただきました。ありがとうございました。あのこのような有意義なあの議論の機会を持つことができましたことを本当に感謝申し上げます。またあの第4回目ですかね、欧州政策パネルがあの開催できますことを楽しみにしております。あの今回の議論もあのいろいろと発信ができればと思っております。そうですね、なんかせっかくあれですから、こう広がるあのなんかこういろんな人に知らせたいですね。そうですね、あの本日の貴重な議論も大変あの今後のやはり日本外交といいますか、あり方を考える上でも下に富むものだと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。あの1点よろしいですか。どうぞ。今すいません、あのさっき申し上げようと思って忘れたんですが、結構東南アジアのいろんなシンクタンクは通常の発信を量があると思うんですね。それはあのウェビナールレクチャーだとかウェビナールだとかいろいろやってて、私もメールでいろんなのが入ってくるんですけれども、それを見るってるとちょっと日本のシンクタンク、政府は今どうしてるのかよく分かりませんけれども、発信が少ないんじゃないかなと。さっきの渡辺先生が最後もちょっとまた問題提起されましたけれども、日本がこのコロナだけじゃなくてこの、まあ、今やすごい時代に入ってきてて、中国も相当暴れてますし、ヨーロッパも大変だし、中南米も大変だと。
こういう状況で日本が何を考えてて、るかっていうの、あるいは日本人が、日本の有識者が何を考えてるかっていうの、発信量が少ないんじゃないかなと思いまして、私の今の大学の、若い人に、日本の メインのシンクタンクの英語のウェブホームページ見てもらって、なんかそのイベントみたいなのワークショップとかですね、ウェブでやってるかちょっと調べてもらってる最中なんですけども、やっぱり相当数が少ないですね。国際問題研究所もあんまり何もやってないみたいですし、これはちょっとこの世界がこう荒れた世界の中で日本が沈黙してるように見られちゃう可能性があるんで、少しここら辺なんか考えなきゃいけないかなという気が数日しておりますんで、なんかここら辺も、渡辺理事長、高畑さんのところでもなんかお考えいただければありがたいというふうに思います。シンクタンクとして私どももやはり関心を持っておりまして、実は日本国際フォーラムのホームページで研究特設ページということで、コロナの今、コロナの後というページを設けまして、当フォーラムのウェブサイト等で掲載されている、論文や提言などを配信するサイトを設けたんですけれども、このほか私どももそうですね、海外発信ということも問題意識を持って、やっていきたいと思っております。ちなみにそのリンクをチャットで皆様にお送りさせていただきます。ありがとうございます。もっと力を研究もそうですけれども海外への発信もしていきたいと思います。それでは高畑さん。はい、貴重なご意見ありがとうございました。ちょっと渡辺先生と渡辺と、また皆様のお気を借りて発信強化していきたいと思います。本日なんか長時間ありがとうございました。2時間近く経ちました。2時間取らないと足らないですね。いや、どうもありがとうございました。皆さんお忙しいところ失礼いたします。勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。